めちゃくちゃどうでもいいことなんだけどさ、このキャンプファイヤーの火ってね、夜の7時に着くんだぜ。ほら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 、着いた着いた着いた。はいどうも皆さんこんにちは、ミネットです。さてさてさて、花火大会がやってきたわけなんですが、今回はちょっとね、この詐欺師野郎と一騎打ちを申し込もうかなと思っております。で、この花火大会になると何が行われるかというと、一番くじみたいなんがやるんだよね。常吉稲荷くじってやつなんだけど、花火大会限定でこれがあるわけなんですが、空くじなしでたったの500ベルお一ついかがですかということなんですが、ちょっとね順番に、紹介していきたいなと思います。残念賞が先行花火で、残念賞もう一個の方が吹き出し花火で、 H 賞がウルトラマシンで、 G 賞がウルトラコープで、 F 賞がウルトラハンド、 E 賞がラブテスターで、 D 賞が天秤音ってやつと、で、 C 賞がミニカーで、 B 賞が箱入りフィギュアで、 A 賞が占いテレホンっていうことなんですが、まああれだね、占いテレホン狙おうかなと思います。占いテレホンが出るまで終われません。やっていきましょう。そのクッキーを食べて中から出てきたくじをまた持ってきてくださいねということで、ちょっと食べてみましょうか。レを食べてみる。はい、中からくじが出てきた。どれどれ、稲荷くじおめでとう。ビーショー、早速ビーショー来ましたね。箱入りフィギュアが来ましたよ。で、これをだな、これをこいつに持ってきたらどうなるんだ。景品の交換ですか。稲荷くじのご購入でしたらお一つ500ベル交換です。うん。で、これを渡すと、あれがもらえる。箱入りフィギュアがもらえるはず。いきなり B 賞はでかいな。うん。という感じにもらえるわけなんですが、これでね、A 賞の占いテレフォンを、まあ、狙っていこうかなって感じですね。ただ、これ B 賞箱入りフィギュアなんですけど、R パーカーズで売ったら、これ300円なんですよね。確か300円だったはず。この箱入りフィギュアをもしも売ったら、やっぱり300ベルか。もうおかしいんだよな。おかしすぎるぜ。じゃあね。でですね、C 賞のミニカーが2500ベルで、で、A 賞の占いテレフォンが一番高くて2600ベル。だからもしも C 賞か A 賞が出たら、まあ、こっちの勝ちなんだけど、もう今回ガチで A 賞出るまでやろうかなと思います。これ割とな、A 賞出てる人が少ないみたいで、しかもこれまとめ買いができないんだよね。まとめ買いができないから、マジで一個ずつ買わないとダメみたいな。ガンガン買っていく。で、とりあえず1万ベル今持って、てるから、ちょっとこれ全部使って検証していこうかなと思います。 OK、 ちょくじ全部買います。よーし、というわけでですね、残り3000ベルを残して稲荷くじを買ったわけなんですが、1万ベル持ってきたにもかかわらずね、これだけ買ったらやっぱりね、3000ベルっていうちょっと心もたない状態になってるんですが、食べていきましょうか。ちょっと村長には頑張ってもらいましょう。中からくじが出てきた。いきなり来たー。待って。A 賞来た。え、マジか。え、俺これどうすんのこれ、あと。え、ちょっと待って。え、どうしようこれ。4、5、6。6に12でしょ ?15 個。え、15個の稲荷くじどうすんのこれ。え、一発目で当たったんだけど。マジかよ。どんな運の良さだよ。じゃあこれ C 賞なんじゃない ?B、A って来たら ?C じゃないの ?F 賞。あー、そういうやつね。ちょっと食べていこうか。ハズレあんのかな?割と俺運いい方なんだけど。G 賞。え、案外当たるな。え、思った以上にこれは当たる?詐欺師じゃない?もしかして。常吉は詐欺師ではない。G 賞。あー、被ったな。G 2回来ましたね。食べる。いや、残り3000ベル心持たないって思ったけど。いや、案外すぐ当たってびっくりしたわ。G 賞。あ、G 賞率高すぎじゃね ?G ってなんだ?G 賞はウルトラコープってやつだな。やっったら G 賞当たるな。こうなったら全種類当ててみるか。全種類いけんじゃないか、これ。外れ残念賞。秋田残念賞。これ残念賞ってね、確か捨てれないはずなんだよね。そうそうそう。R パーカーズでも確か売れないはず。
ハズレは。ちょっとアルパーカーズに売れるか試してみよう。そうそうそう、こういう感じになるんだよね。ハズレはね、もうハズレのままこれはゴミとして置いとくしかないんだよ。マジでね、これの処分が一番困る。で、この残念賞があれなんかな？あ、これハズレを渡したらあれか、もらえるのか。あ、そうなんだ。これでもらえるのか。そうなんだね。じゃあ、このハズレ出ても、とりあえず常吉にガンガン渡していけばいいってことか。あ、そういうことか。あ、続きやっていきましょう。申し訳ねえ。俺もうこれ、もうどうしようもないんだと思ってたわ。あ、そうなんだね。どれどれ？お、A 賞来た。A 賞率高えな。いや、それよりもさ、あれが欲しいぞ。あの、C 賞が欲しい。ミニカーが欲しい。あ、B 賞。あー、A と B がめっちゃ、あれだな、出てくるな。頼むぜ、C 賞来いや。あ、残念賞、3つ目来ましたね。いや、でも A 賞が普通にガンガン当たってくれるのは嬉しいんだけど、C 賞欲しいな。あー、残念賞。後半はガンガン外していくスタイル？前半期待させといて、後半には、残念賞スタイル。残念賞かな。うわー、ちょっと待って、残念賞率高くね？これさ、前半で当てさせといて、調子乗ったところをどんどん外れさせるみたいな感じなのかな。そういう魂胆、稲荷くじ。やば。お、し、あ、来た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 。運の良さすごいかもしれない。え、結構運いいんじゃね、これ。いやー、めっちゃ当たるなー。来たーか、来たか？B 賞。え、B 賞、マジで出てくるな。あと何当たってないっけな。A、B、C 当たったでしょ。D が当たってないのかな？ D だな。D と E と F か。E も当たってないよね。E と F が、と H が当たってない。全然当たらねえじゃねえか。こんだけ買って当たらんもんなのか？あ、あ、あ、来た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 な来たな来たな。オッケーオッケーオッケー。さあ、最後の一個。運の良さ、出してくれ。頼む。あー、残念賞か。マジか。しょうがねえって感じだな。ちょっと待ってね。A、B、C、D と G、H か。D と H が当たったら、全種類コンプできるということで、ちょっと全種類集めてみましょうか。よし、というわけで、ちょっとお金下ろしてくるわ。おーし、というわけで、10万ベル持ってきました。やっていきましょう。稲荷くじ買います。ガンガン買っていく。もうどんどん買っていきましょう。おーし、第2弾いこうか。狙うは、D と H。D と H 狙っていきます。では、早速やっていきましょい。静江さんが横で応援してくれてる。これはもう当てるしかねえ。お、G 賞。あー、お、G 賞って言ったけど、G 賞が一番当たってるんだよな。もうね、静江さんにこいつの悪事をね、しっかりと証明しようかなと思っております。あー、残念賞。俺は信じてるぜ、常吉。お前が詐欺師ではないってことを。お、来た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 。H 賞来ましたよ、来てましたよ。さあ、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 さあ。ちょっととりあえずこいつをぶち込んで、A, B, C, D, E, F, G, H だからここか。OK。じゃあ、あと E 賞だね。E 賞のラブテスター、ラブテスター？ラブテスターだ。ラブテスターっていうやつを当てれば、もうね、完璧です。はい、残念賞。どんどん行きましょう。E 賞出てこないくせに H 賞やったら出てきやがるぞ。わー、マジか。2回目はダメでしたね。よし、第3ラウンド行きましょうか。よーし、第3ラウンド行きましょうか。行きます。D 賞が出たら勝ちなんだよな。D 賞頼むぜ、出てきてくれ。E 賞か。お、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 おっと、D 賞来たぞ。ということは、A, B, C, D, E, F, G, H 全種類揃いました。ありがとうございます。というわけで、ちょっとね、この数のやつらを全部、この常吉に、交換してもらおうかなと思います。いやー、よかったよかった。この稲荷くじ、どうやらね、詐欺ではなかったということが証明されました。
いやー嬉しいね。これ全部、あ、全部できないのか。一個ずつか。OK？ ちなみにこのしずえさんに話しかけたら、なんか宇宙人みたいなやつもらえるんだよね。キャップ。で、たまにこの後になんかあれがもらえるらしい。この吹き出し花火がごく稀にもらえるらしいんだよね。あ、もらえた。普通にもらえたわ。あれみんなもらえるんかな？どうなんだろう。なんかぐーたまーにだけどもらえるみたいなこと聞いたんだけど、普通にもらえましたね。で、これ被るとこんな感じになる。かわいい。ちょっとこれをつけながら。よーし、この超和風な部屋に、なんでこれあんだ？この超和風な部屋にこのやつを飾っていこうか。占いテレフォン、まず A 賞、行きましょう。うわー。この部屋に似つかねえな。これがあれか、箱入りフィギュアってやつかな。これが箱入りフィギュアで、B 賞。これが B 賞です。何この箱入りフィギュアって、何が入ってんだ？誰だろうな、このキャラ。わかりませんな。何のキャラなんだろうね。で、C 賞がミニカー。これがミニカー。もうそのまんまだね。これは？これが D 賞。これがテンビンオンってやつ。テンビリオンか。テンビリオンってやつですね。で、これが E 賞。ラブテスター。はい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 。なんかいまいちよくわからんものが出てきたな。で、これが D 賞。で、このウルトラハンドってやつが F 賞。これが F 賞。なにこれ？いる？おー、マジか。こんなのどうやって使えって言うんだ。で、ウルトラコープってやつが G 賞。はい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 。いらねえ。いらねえ。まあ祭りのやつなんてこんなもんだよな。どれもこれもいらないよな。ウルトラマシン、これ H 賞。うわー、すごい部屋になったな。いや、とんでもねえ部屋になりましたね。この和室の和風な部屋がもうぶち壊されましたが、これ8月6日だけじゃなくて、毎週日曜日に花火大会あるらしいんで、まあもしもよかったらね、この常吉の稲荷くじチャレンジやってみてはいかがでしょうか。一応僕は2万円で揃いましたのでね、ぜひぜひチャレンジしてみてください。今回はこの辺でおっときましょう。じゃあな。